フォッシルビュート国定公園にてグリーンリバー類層から産出したヒーリア・バティス・レイ・ディンスグリーンリバー類層はアメリカ合衆国ユタ州、コロラド州、ワイオミング州の山間の湖の堆積物を記録した古代三期シシニオの地層。堆積物は非常に細かい層で堆積しており、浮季には暗い層、寒季には明るい色層の無機物の層をなす。 各層の組は都市島と呼ばれ、1年を示す。グリーンリバー類層の堆積物には600万年に及ぶ連続した記録が存在し、都市島の平均的な厚さは0 1 8ト、mm、ル最大で9 8ト、mm、ル最小で0 0 1 4ト、mm、ルである。堆積物の層はコロラド側の支流である、グリーン側に由来する大規模なエリアで形成された。 以下の三つの分断された盆地が、ユタ州北東部のユインタ山地の周辺に横たわっている。ワイオミング州林間群のフォッシルビューと国定公園は、フォッシルレークとして知られるグリーンリバー類層の一部であり、非常に保存状態の優れた魚類の化石が豊富に発見されている。コロラド州、ユタ州、ワイオミング州にて、グリーンリバー類層のオイルシェールの分布指針よの 間の三冠盆地、三冠湖の環境の層は、ロッキー山脈の作り山運動と持ち上げにより生じたものである。この構造的高地から、あらゆる方向から堆積した四神夜の堆積盆地が供給された。ユインタ山地が中央に、ウィンドリバー山地が北に、コロラド州のロッキー山脈東部のフロント山脈、パーク山脈、サワッチ山脈が東に、 アンコングレイ高原とサンフラン山地が南に、そしてユタ州のワサッチ山脈とアイダホ州東部の山脈が西に位置する。湖の堆積物の岩質は多様であり、砂岩、低岩、シルト岩、オイルシェール、石炭層、塩分を含む蒸発岩層、多様な固定石灰岩と区配岩が含まれている。当時活発であったアブサロカ山脈から、 イエローストーン国立公園とサンフアン火山地帯の付近の北部までの地域に由来する火山灰層がこの多様な堆積物と共に堆積し放射性年代測定のための検査が得られている。バイオミング州スイートウォーター群に位置する炭酸水素ナトリウムの水和物であるトロナの層は希少な蒸発岩鉱物を含むと記されている。グリーンリバー類層は8種の希少な鉱物。 ブラッドレイアイト、エワルダイト、ローフリナイト、マック・ケルビアイト、ノルセサイト、パララバンソバイト、MG、ショータイト、ウェイクシャイデライトのタイプ産地である。この他にモアサナイトや23種の有効な鉱物も産出する。層は卓越した周期性を示し、再掘運動、赤道傾斜角、軌道離心率が明瞭に検出可能である。これにより、の正確な年代測定が可能となっており、 天文的な年代測定の結果は放射性年代測定のものと非常に合致する。ディプロミストストナイティア。グリーンリバー類層の固定層の一つから算出した二つの魚類化石ワイオミング州南西部のグリーンリバー類層の一部エリアはフォッシルレイクとして知られ、非常に粒子の細かい石灰泥の明確な二箇所の産地が完全で詳細な化石を多様に保存しているとして、 部分的に記載されている。これらの層は、死神予にあたるラーガーシュテッテであり、バラバラになっていない化石が豊富に累積するのに、適した状態の珍しい場所である。最も生産的な場所は、スプリットフィッシュレイヤーと呼ばれ、要理、または都市島を持つ厚さ約1.8メートルの一連の石灰泥からなり、魚類をはじめとする化石が豊富に含まれている。 これらは層に沿って容易に割れて化石を露出し約4000年分の堆積物を示している。これとは別に18インチレイヤーと呼ばれる化石産地があり、これは用理を持たない厚さ約46センチメートルの層で、これもまた詳細な化石を多く含むが割れやすい用理で構成されていないため化石採集は前者よりも難しい。グリーンリバー類層スプリットフィッシュレイヤーから 産出したディプロミスタス・デンタタスこの石灰岩の母岩は粒子が細かいため落ち葉や完全な昆虫の軟体部を含む化石が極めて詳細に保存されている。22目を超える昆虫がワシントン DC スミソニアン学術協会のグリーンリバーコレクションに代表されている。ディプロミスタスやナイティアの化石はホッシルレークで発見されるがゴシューテコでは発見されない。 ゴシューテコだけは、ナマズやサッカー家の化石が産出している。ナマズは主に湖の最深部で発見される。グリーンリバールイーソーから産出した、羽毛が保存された、未同定の鳥やナイデンタファイド、バードフロムザグリーンリバーフォーメーションウィズプリザーブド、フェザーズシンヨのワイオミング州南西部ラネーブソー、ゴシューテコから産出したストロマトライトの、 化石グリーンリバー類層の多様なフォッシュルベッドは500万年分に相当し5350万年前から4850万年前に当たる。このタイムスパンには死神予前期の出順な気候から死神予中期のわずかに乾燥した気候への移行期が含まれる。出順かつ穏やかな気候は寒冷気候に適さないワニの繁栄を支え、 湖はプラタナスワイオミンゲンシスなどのプラタナスの森に囲まれていた。湖の構成が遷移したため、グリーンリバーの産地はそれぞれ特徴と時代が異なる。湖系は下に横たわる河川の三角州により、形成され、北部と東部でウィンタコーチとロッキー山脈の堆積物を受容し、わずかな増山運動で平坦な風景へ背にした。ラーガーシュテッテは、 レイクベッドを形成する炭酸塩泥を嫌気環境で形成した。酸素の欠乏がバクテリアによる分解を抑制してスカベンジャーを寄せ付けず成長途中に受けた昆虫による食害を示すヤシやシダプラタナスの葉が極めてきめ細かい堆積物に覆われて保存された。昆虫などは繊細な羽や蜘蛛の都市間なども含めて全身が保存されている。 脊椎動物も保存されており、北アメリカ西部の死神予の穏やかな気候の手がかりとなるワニのボレアロスクスのウロココウが発見されている。魚類はありふれている。群れが無酸素水槽をさまよって衰弱死したかのように、西に近い魚類ナイティアの化石が密集したそうで、しばしば保存されており、化石愛好家に親しまれ、市場でも最も一般的に売買されている。 固有の炭水泳ヒリアバティストアステラトレガンロに、属も産出している。約60の脊椎動物の分類群が、グリーンリバーから発見されている。巨類の他に、最低11種の爬虫類、複数の蝶類、1種のアルマジロに類似する、哺乳類、ブラッケアーノダンウェストレム、犬サイズのユーヒズメルユメニスコテリウムや、初期の霊蝶類のタルクタスなどのバラバラになった。 椎骨が産出している。すでに飛翔のため完全に発達した基地の最初期の翌種目であるイカロニクテリスやオニコニクテリスもここで発見されている。ヘビのボバスイデルマニーも同様に湖でデーガンに保存されて発見された。最初に論文に記載された今のグリーンリバー類層と呼ばれる場所から産出した無脊椎動物の化石記録は SA パーカーや J.C. フリーモントといった初期の探索者や宣教師の雑誌に掲載された。地質学者、ジョン・エヴァンス博士は1856年にグリーン・リバーベッドから最初の魚類化石を収集し、カルピー・ヒュームリスとして記載した。エドワード・ドリンカー・コープは現場から数多くの化石を収集して1870年から魚類の化石に関する複数の論文を発表した。 アメリカ地質調査所の前身組織ユナイテッドステーツ、ジョバロジェクルジオグラフィカルサーベイオブザ・テリトリスの責任者たる地質学者、フェルディナンド・バンデビア・ヘイデンは1869年にこの化石産地をグリーンリバー結岩と命名した。数百万もの魚類化石がこのエリアから収集されており、州及び私有地で法的な産地を運営している商業コレクターは、 公的指摘を問わず世界中のグリーンリバーの脊椎動物化石の大半を管理している。コロラド州グリーンリバー類層のマホガニーゾーンから算出したオイルシェール。風化した面が右側、風化していない面が左側ピシャンス盆地というインタ盆地におけるグリーンリバー類層のオイルガスフィールドグリーンリバー類層は世界最大のオイルシェール堆積物を含む オイルシェール備蓄は3兆バレルに等しい可能性があり、最大でその半分がシェールオイル抽出技術により火災である。しかしながらオイルの火災量の推定値は地理学者レーモンド T ・ピーター・ハンバートが疑問視しており、グリーンリバーオイルシェール堆積物からオイルを採掘する技術は発達しておらず、大規模な実装はなされていないと主張している。堆積物による 湖の珍しい科学的性質により、グリーンリバー類層は炭酸ナトリウムの主要な供給源となっている。ワイオミング州南西部には世界最大のトロナの堆積層が存在し、コロラド州には世界最大のナーコライトの堆積層が存在する。他に珍しい鉱物として、今のところパラシュートクリーク武層のみから産出する結晶性。 ニッケルポルフィリン鉱物のアーベルソン医師が挙げられる。ありがとうございます。